まあ、だいぶ幸せな人が出てきますけど、はい、お座りください。ねえ、あの程度でね、なんか言ってたらね、実感ないんですかね。お座りください。はい、はい、ね、あの、要は認知が変わると、別にね、なんか、ふめいちゃんのこと太ってる太ってると普通思わないと思うし、あの、それで自分で太ってて、あ、ダメだって思うこともできるけど、あ、なんだ私最近幸せなんだかって思うこともできる。で、あの、認知によって人は幸せになったり、物事がすごい気になったり、あの、いろんなことが起きますから。で、あの、今の彼女は、あ、そうか、幸せ太りだなと思って、あの、生きてるので、別にそれ以上困ったことが起きないと、あの、いうところにとりあえず着地してると、あの、いうことです。はい、だから、あの、痩せさせなきゃいけないとかいうこともないんですよ。あの、さあ、3人の子どもたちの中で次男の考えていることや価値観がよくわからない、次男とのコミュニケーションも今一つでどうしていいかわからない、もう少し何とかしたいと、あの、いうことをちょっとテーマに扱ってみたいと思います。で、昨日の、あ、そう、あの、昨日、あと2人ぐらいコーチが残ってたはずなので、まあ、ちょっとそのコーチはまた別の案件でこの後やってもらいますけど、あの、私がちょっとデモンストレーションで、あの、お見せしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ、お願いします。改めて、まあ、同じことなんですけど、はい、話してもらっていいですか、はい、ご自身から。はい、はい、僕は3人の子供がいて、で、存じ上げております。はい、上2人が男の子、はい、で、下が、一番下が女の子。女の子。正解。はい、はい、なんですけど、なんか次男とはですね、なんかこう会話をしてても、うん、なかなかなんかこう、なんでそう思うんだろうとか、あと、なんでっていうことがちょいちょいあって、で、なんかこう、うん、彼の価値観とかになんかこう共感できないとか寄り添えないっていうか、なんかいうのがあって、で、とはいえ、うん、そうですね、とはいえ、とはいえ、声が震えました。とはいえ、そうですね、とはいえ、とはいえ、うん、やっぱり応援したいっていうの思いもある職員としてですね、うん、はい、うん、し、なんか彼の将来も、まあ、心配っていうのもあるので、うん、なんか本当はもっとどう関わったらいいんだろうなとか、わかんないけど、なんかできないかなっていうふうにちょっと思うんで、まあ、どうしようかなと、うん、どうしようかな、どういうことか、どうしようかなって、はい、そうですね、うん、なんか彼のためになんか今できることってなんだろうとか、うん、はい、うん、なんか彼のために今俺がやれることってなんだろうなって、うん、なんかそれを本当にやりたいなって思ってるところですね、はい。なんかどうなってほしいなとか、あ、まあ、お互いどうなりたいでもいいけど、うんうん、そうですね、まあ、あの、彼にはやっぱりこう小さい頃っていうか、ちょっとこう厳しく当たってた自分がいて、で、なんだろう、彼の気持ちをなんかこう尊重できなかった時っていうのもすごくあって、だからこそなんでしょうね、今なんか改めて、うん、もう一度こう彼のために、うん、なんかそうですね、なんか父親としてなんかこう、あ、この親父でよかったって思ってもらえたらいいなって、うん、そうですね、はい、この親父でよかった、はい、はい、そうですね、なんかそうに思ってもらえて、ね、うん、なんかいい経験させてもらったなとか、うん、なんかこういいチャンスをくれたなとか、そんな風にこう思ってもらえて、なんか大学を卒業してもらったら、で、社会人になってもらえたらいいなって、はいはい、思いますね、はい、なんかこうやって今話してみてどうですか、はい、改めて、うん、父親として申し訳なかったなっていうのはね、すいません、ちょっと、うん、ぶっちゃけあって、
彼の大学受験も、彼の本意のようにさせてあげられなかったっていう思いが自分の中ではあって、だからこそ今からできることはないかなってちょっと思ってるって感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、すみません。なんか目から水が目から水が、ね、怖い。気持ちよく話すってこういう気持ちよく話し方もあるってことですよ。で、まずね、っていうのはなんとかってあるけど、そんなこと置いといて、で、で、よいしょ、まあ良い状態、良い関係、まあちょっとね、喉は焼けてますけども、まあ一応それ以外は良い状態をこう、作り、で、いい関係ですよね。で、なんかね、イメージとしてよ、皆さん、イメージとして、こういうね、まあ鎌倉みたいなね、ドーム状のもので、そこの中でとにかくこの人がこう安全に話せるとか何でも話せるこうシェルターを作りたいなといつも思ってるんです。で、スティーブン・ギリガンという自分の先生がいてですね、で、まあ、催眠療法の先生ですけれども、その人のワークショップで公開で、デモンストレーションを受けたことがあるんですね、もう何年も何年も前に。で、やっぱり緊張するわけ、特に催眠療法なのでトランスに入りますから、こっちはで、まあ、何喋るか分かんないってこともないんだけど、何が出てくるかも分かんないし、どうなるかも分かんないし、でだからすごくこう緊張しながら出るんですよね。でそしたらね、まあ前にこうやってね、誰になって、その時はちょっとしたステージというかがあったんですけど、で椅子が2脚、まあ、ギリギリ置けるぐらいのステージで片方椅子が空いてて、で僕が座った瞬間にそのスティーブンが、大樹、私のポータブルオフィスへようこそって言ったんですよね。で言葉はたったそれだけなんですけどね。でその、まあ彼のオフィスはアメリカにあるんですけど、で私はそこは行ったことないけど、きっと、すごくそのクライアントにとって居心地のいい素晴らしい場所だと思うんですけどね。別にそれに比べたらただのステージなんだけど、でも彼はここはオフィスだと、私ので、あなたのための用意された場所なんだと、そういうつもりでいるからねっていう感じで言ってくれたんですよね。言葉はね、ポータブルオフィスへようこそだけだったけど、で、ああ、だから私もなんかこう皆さんの前だし、別に板町の貸し会議室の一角に過ぎないんだけど、なんか私の家に来てもらって、でとにかくいろんなことを気にせず集中して、話してもらえるような空間を作りたいと。だからイメージの中ではここにこう、オフィスを作ってる。でそういうことです。で、肯定的な、ね、関心とか、無条件の肯定的な眼差しとかいう言い方だったり、それから共感的理解、相手と同じ世界を見て聞いて感じて、何か、相手の内側にあるものを一緒に探していこうっていうことだとか、それからあとはその一貫性とかね、純粋さで、自分は自分でありながらも一生懸命この人と分かり合おうとか、この人を支えよう、応援しようと思ってるっていうことだとか、自分が喋ってる言葉は自分で聞いてるんじゃなくて、やっぱりクライアントさんの耳で聞いて、でどんなふうに私の、まあ、言葉だけじゃないけどね、そのやってることが今彼の体に響いてるんだろうって、それ別に計算してるわけじゃない、ただ要は彼と一緒にいるから、自分の発した言葉を彼の体になりきってる自分が聞いてるから、だからそれが心地よかったりとか、それから心地よくないというのは自分の体でチェックできるわけです。でだから彼がもっと気持ちよく話せたり、で自分の本心に気がつけるように、何か自分が言ってることやってることをこう変えていこうと柔軟にしてるわけです。でまあ穏やかな感じを保ちながらも、やっぱり真剣な時は真剣に、ちょっと辛い時は辛く、このステートを誇張したりとかね、いろいろしてるわけね。で、
こんな感じの聞き方もあるよっていうことです。ちょっと隣の方とですね、まあ、私がやってることに対してでもいいし、今の話聞いて感じたことでもいいし、何でも構いませんから、ちょっとお話しくださいませ。はい、どうぞ。